すごくよく聞かれました。でこれはですね、例えば狭い瓦礫のところに入っていて人を探しに行けたりするんじゃないかなと思ってはいるんですけど、でもやっぱりこのロボットそのまま使うのは難しいです。なぜかというと、一番先に言ったようにこれはヘビの形をロボットで再現したらどうなるんだろうという気持ちで作ったロボットなんですね。でロボットはやっぱり一番使いたい場所がどんな場所かをちゃんと聞かないと危ないので、大丈夫ですか、ですね、ちゃんと聞いてから作らないとダメなんですね。なのでですね、そういった狭いところにも行けて水のところにも行けるロボットっていうのをずっと考えていくと、もっと別の形に今なっているロボットもあります。このロボットが一番初めて世の中に発表されたのはですね、2005年の愛知万博の時でした。でこの中に入っているその時使われてたモーターとかマイコンとかからもですね、どん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 新しいものに、はい、進化してます。ちょっとですね、もう動かなくて大丈夫ですよ皆さん。ですね、やっぱ広いところだとすごくスースー行けるんですけど、ちょっと場所がやっぱり今回狭いので、狭い中でなんとか体の向きからだ、なかなか大変ですね。ちょっとなのでやっぱりなので、ちょっと一度もう一度水に戻して動かしてあげようかなと思います。でこのようなロボットをいろいろ作ってきている会社ですけれども、こうした技術、関節をどういうふうに使ったら面白いロボットができるのかというような、ですね、ロボット、ヘビの形だけじゃなくてもいろんなことに応用ができます。例えばですね、アーム、関節を作るのが動きのところではなくってアームのところでもいいんじゃないかということで考えたもので、高圧の電線の点検ロボットのようなアームを制御するロボットを作ったり、それからそのアームを重心をこう制御するようなもので、地雷の撤去のロボットを考えてきたり、いろんな形のロボットを作って今応用していってます。ということでですね、今日動かすロボットはこれぐらいになるんですが、皆さんせっかくなのでロボットも見てきたんですけど、ロボットを作る人の話も聞いてみましょう。まずこの人、どう見ても日本人じゃないですね。この人はですね、レアルというお金が使われている国から来ている人です。どこでしょうか。レアル、わかる人ブラジルから来ました。もう一人こちらにいる人もなんか変な顔してますね。これはよくコーヒーを飲んでる国です。どこでしょう。エスプレッソ。エスプレッソ、イタリアの国でした本当にロボットをね、やりたいなと思っているときは、今日本のところにいるのに外国の人が本当にいっぱいいます。いろんな国の人がいます。じゃあこの人はどこの国でしょう。ジャパン